はい、運用成績がですね、マイナス口座がまあ約900万ぐらい残ってますと、パンケーキに約800万ぐらい入ってますと。で、今ちょっとメタマスクに 23BNB だけ入ってるんで、まあ、約167万円ぐらいなんですけど、先ほど足し算したら1812万ぐらい。80%増えた。そう。これって1まヶだ月。1ヶ月ですよ1ヶね。月と2週、1週間くらい。バブルだな、やっぱりこれバは。ブル、バブル。真面目にやらない方が儲かるっていうのそうは、なんまでさすに同よ。時コインの世い界や、ですそうよ。なんです。なので、今こんな、まあ、ちょっとこれ、メタマスクの中に、ちょっと外部ウォレットに入ってるんで、取り出すのめんどくさいんで、あれなんですけども、まあ、せっかくなんで、同時コインに。まあ、行100く万みくらたいい入れてもバな。チは当まあ、たんないかそうもなんですね。よね。まあ、こんなところなんですよ。これもバイナンスチャートなんで。なので、もうどうせなんでね、せっかく200名以上見てくださじゃあって買っるんちで、ゃいますか。100万ぐらい買っちゃおうかみたいな。でもですね、まあ、さっき小山と僕が結構議論してて、このチャート形状なんですけど、まあ、ロビンフット税も入ってくる、明日のイーロン・マスクのテレビショー、まあ、要するに日本時間でいう、まあ、朝方ですよね、ほぼ。までなので、まだ24時間以上あるんですよ。あるな、ワンチャンと。で、ちらほらショートが増えてきててですね、ポジション比率的には、BYBT っていうサイトで見ると、同時の、ポジションのですね、傾きが見れるんですけれども、まあ、レバレッジ市場ですね、同時あった 売りに傾いてお、なので、捉えられるかなと思ってるんです。なるほど。確かに、なんでこんな上がってるのかっていうと、要は持ってないのが怖いっていうパターンですよね。要は持ってないでどんどん上がっちゃうのが怖いっていうんで、それでまあもういくらでもいいから買うって、なんかでもその動きってなんかに2017年の12月頃のビットコインとも似てなくもないなっていう。アジア勢は、アジア人は結構逆張りが好きで、結構その海外とか、その仮想通貨取引所の関係者に話を聞くと、やっぱり中国人、韓国人は結構ハイレバでショートする、ショートっていうか手前ギリギリで逆張りするんですって。その人たちが順張りの現物税にやられていた、この半年間あるかなと思うんですよ。で、しかもちょうどね、これ売りやすい形状になってるんで、絶対ショートするんだったらここを潰しにかかると思うんですよ。なので、そこ下抜けたら嫌だなっていうなののでね。ここでは損切りしていいと思うんですね。で、まあ、現物なんで、まあ、そしても100万買ったって、なんだこれ、15万ぐらいしか損しないんで、まあいいかと。で、ここ抜けたら真空地帯なんですよね。なので、ここ抜けて0.8まで行くと、多分そろそろ1ド1ルとかね、論が出てきそう、て、みんなが1って言い始めたら、はそい。れは天井だろうっていうはい。ね。いや、でもなんかロビン・フッター勢がやってくれるんじゃないかという、まあ、半分ネタ、半分欲望も入れて、今買ってみようかなと思じいまゃあ、す。買っちゃえ、買っちゃえ。買 っちゃいますか。なので、今、ケーキとバイナンスコイン、どっちポジション落とすかなと思ってたんですが、もう一番持ってる BNB でいいかなと。BNB ちょっと、トレードしちゃいます。15で今7万円ぐらいだから、あ、105万円ですね。ちょうどいいですまあ、ね。ちょうどあ、いいじゃないですか。じゃあ、ち15ょうでいいですどね。15。15ということですね。じゃあ、同時。9400ドルなんで100万円ありますね。無理やもなりゆきで買っちゃえ。はい、買いました。チャリーン。はい、確認しましょう。ちなみに、良い子は真似しないでください。良い子は真似しないでください。まあ、良い子は1週間後どうなってるかをね、結果を聞くだけにしておきまましょた来週確認、ライブで確認しに来ていただければ結構でございます。はい、ありますね。0.16BTC。はい、買ってやります。20%ぐらい増えてたらラッキーかな。でもな、明日のテレビショーのあれでセルズファクトとかやんないでほしいなって思ってあとは祈りの世界ですます。祈ね。りのせいですね。お祈りトレード必勝法でございますから。はい。はい、行きましょう。はい、まあ、この同時はちょっとやってみたかったんで、やりました。実は同時買ったの僕初めてです。はい。まさかこんなところでポジションを取られされるとは。こんな高いところで本当ですよ。本当、もう昨年末からイーロン・マスクにやられっぱなしですよ、私。はい。その他ですね、まあ、あの後、ケーキコインも本当に上がったんですよね。先週は、運営したときこれぐらいだったんですよね、40ドルぐらい。
でさ、なので上がった時一周もしかしたら2000万この時乗せてたかもしれないんですよね、吸った金でした。膨らむに結構、15% ぐらい調整しちゃった感じですね。あ、はい、でもう一つパンケーキスワップがですね、今日は美味しい感じで、焼けてますか。焼けてて、さっき収穫しちゃったんで今はないんですけれども、 1、2時間ぐらい前に収穫したばっかりなのであれなんですが、こんな感じですね。収穫する前は約2000ドル、22万円ぐらいあったんです。本当だ、1993ドル、はい、これ確か2週間ためばだったはずです、ということでなかなか美味しい美味しい美味しい思いをさせていただきました、これが仮想通貨バブルでございます。はい、何を啓蒙しているのかよくわかりませんが、こういったバブル動きだけ見てるとバブルだよね。いや、そうですね。ただまあ僕が結構何度もお伝えしているのはこのバブル相場もなかなか経験値たまります。値、ね、動きがトリッキーなので、まあね、しかもバブルって本当にどこまでがバブルかわかんないからね、はい、バブルの最中は ね、はい、そうですね、崩れるまでは本当に、はい、はい、ということで、仮想通貨市場もまあこんな感じでですね、ビットコインのドミナンスがですねかなり減ってる感じでございます。45% なんですね。随分下がってますね。はい、でこれも前回お話したと思うんですが、イメージは変わっておりません。週足にして、見るとですね、ここ2017年の5月15日、これ覚えてるんですよ。釣りしてた日に。えらく儲かってたっていう。でその後調整があって、だいぶ含み益を削った記憶があってですね。まあ、この時のターンが、まあ、ビットコインにまた戻る。ターンだったんですね。この調整があるかなとは思っている感じです。その内容を今日の、ビットポイントさんのウィークリーマーケットビューでこんな感じで解説してますので、ぜひ皆さん見てくださいということで、同時コインが上がらないかなと思って見てます。ショートが増えてきてますね。53までこうダーッと並ぶと結構傾いてる証拠なんです。24時間ですね。話戻すと、まあ、BTC ドミナンスが1回調整入るかもしれないっていうタイミングがあるので、そこで今持っているこれらの、ポジションをですね BTC とドルに戻したいなっていうイメージを持って、向こう1週間そろそろ警戒で、来週ぴったりとやめるわけじゃないんですけれども、もう徐々に1回、ポジション整理をしていこうっていうイメージは変わっておりません、前回から。これも再三申し上げている通りです。まあ、先ほど申し上げた通り、まもなく僕はバブル相場がそろそろ一旦の節目かなと思っているので、まあその場合は、まあ、この行ってこいやった後にいいところかなみたいな、まあ、そんなイメージでございます。まあ、そろそろ危険なので、もしビットコインとか、ビットコインじゃないな、アルトコインを多めに持っている皆さんいらっしゃいましたら、まあ僕だけの意見ですけれども、まあ、少し閉じた方がいいような気もしています。一応過去の値動きと季節柄を考慮した上での判断です。はい、先週は買ってましたもんね。そうですね、格好つけて同時コインを買って、うん、天井で行ったら大丈夫だろうったらやっぱり大丈夫じゃなかったって、2日間良かったんですよ。1回ね、上がったからね。はい、でもまだ7万1045ドルあるので、うん、800万弱まだ残ってますね。同時コインが 0.60 で買ったんですね、オンエア中に。えいって言って。で、今、あれ戻ってんの？あれ戻ってる、うん、結構戻ってますね。結構戻ってますね。もうなんか拗ねてたんで、僕、見てなかったんです。戻ってますね。してやったりだったんですけど、番組中はこれですね。ここですね。うん、ここで買って20本なんで、さすがにそこでは売れないよね。まあそうですね。まあ売れないって言っても、ああ売りたいなと思ったけど、そもそも会社のセキュリティバッチリ踏んだ PC からなのでログインすらできないっていう出社してないんで、だからもういいやって放置だったんですが、ということで我らがパンケーキの、スワップ、やっぱり10万円入りますね。うーん、先週このポチとしてゼロだったんですよ。で1週間放置してて、今スワップが、1000ドル、まあ11万円ぐらいか、うん、まあ、でも残念ながらちょっとパンケーキの単価が落ちてしまったので、1982と、うん、ファームが残ってるので、
1982枚足す今32枚持ってるんですよ、うん、なので2000枚超えましたね。2014かける、32.34 ドルは、6万5000ドルです。700万ちょっとと、こっちの口座が100万弱なので1500と、メタマスクにあとちょこっと残ってるんですよ、うん、なので1500の 23.89 かける、さっき605ドルぐらいでしたね、あ、意外とまだ生きてますね、うんうん、1650万ぐらいです、うんうんうん、って言っても300万近くやられてますね先週から、うん、はあ、やだやだっていう、途中経過でした。まあでもそろそろ逃げないといけないので、来週までは多分全部ポジション持ってないです。僕は、20% ぐらいは1週間以内に、クローズしようと考えてます。で、たったまだちょっとファイルコインの下落もきつかったな。まあこの辺から全部持ってるのが少ない順から閉じていく予定です。ケーキも閉じます。BNB も半分ぐらいに落として、次はこのビットコインとイーサーとあとドルですね、に、比重を今月、まあ直近1週間以内にある程度クローズして、まあ、全額のうちに今んとこまだちょっと戻すんだったらもう5割ぐらいリグっちゃおうかなと思ってます。で残り5割を、まだちょっと比率の構成決めてないんですけど、まあまあおそらく半分5、6割を BTC、2、3割イーサー、その他1割は、まあ、BNB かファイルコインを残して、残り半分を、最大こういったバイナンスドルとかテザーに変えて様子見して、ちょっと5月後半相場は、まあおとなしくしてようかなと思います。そんなイメージですね。はい、本日は5月18日火曜日です。先日14日金曜日ですね、ライブ配信して、230名ぐらいの、皆さん同時視聴ありがとうございました。その時に、5月後半相場運用成績などを、ご紹介していて、まあ、そろそろ5月後半は相場がだれやすい時期だよというふうに発言をさせていただいてました。で、まあ、この当時ですね、14日なのでビットコインがまあ大体540万円ぐらいあったと、うん、で、その後番組終わってですね、ポジションを 25% ぐらい全体的にクローズしました。で、そしたら土日のうちにあれよあれよと落ちてしまいまして、月曜日出社して急いでまた残りのポジションを大方手締まって、まあ、大体今3割ぐらいはポジションを持ってるんですけれども、今7割ぐらいキャッシュポジションに戻してます。内訳はですね、今、バイナンス口座、お見せします。全体的にウォレット外境でいうと、まあ、大体 2.1 ビットコインぐらい持てます、はい、まあ、約、9万5000ドルなんで日本円で1050万円ぐらいですね、はい、ちょっと狙いがあってアルトコイン少しショートしてるんで、クロスマージンというところのレバレッジ取引でショートしてる分が 0.26BTC、まあ、約130万ぐらいですね、うん、と、まあ、現物ではほとんど、テザーでテザーとか BUS ドルで持ってます。でその内容がですね、現物で言うと、まあ、こんな感じですね、全部ドルですね、うん、でその他若干残しているポジションがですね、こちらのケーキ1000枚なので今 28.38 ドルぐらいなので、まあ、単純計算で、まあ約 28,300 ドルぐらい、うん、なので、まあ、300万ちょっと300万ですね、うん、はい、300万ちょっとはケーキで持ってますと。でメタマスクの方で、まあ、約 23.88BNB 持ってるので、まあ、これかける、まあ、今だいたい520ドルか530ドルぐらいなので、まあ、計算すると520×、まあ、24にしとこうか、1万2500ドルぐらいなので、まあ、1.1 倍して130万ぐらい、まあ、なのでだいたい450万円ぐらいはポジション持ってるけど、残りはキャッシュポジションですよと、うん、で先ほど全部合計金額したら、まあ、約1500万ギリギリ到達しないかなぐらいで、まあ、総資産、が表示されてました、
まあ、なので1ビットコイン600万円ぴったりの時に始めたので、まあちょっとビットコインがね 20% ぐらいその当時から落ちてますけども、なんとかプラス500万円ぐらい、まあね、十分ですよね、踏ん張ってる感じですね、はい。ただ相場というのは油断するとすぐにやられるので、次の戦略次の戦略、一手打っていかなければいけません。とりあえずうまいこと逃げれたのはいいんですが、すぐに再エントリーの準備をしておかなきゃいけないので、今日はまずビットコインの次なるエントリーポイント、差し値注文を入れるポイントを探していきたいなと思いまして、今週、来週、まあ、要するに5月下旬後半戦略ですねの動画を今撮っているということに、5月後半戦略を撮影しているということになっております。はい。でですね、こちら円建てビットフライヤーさんの、チャートになります。こちらですね。そういいとこいいんですよね、これはね。悩ましい。460万、昨日ピタッとつけて、で、本日反発してるんですね。で、今日日経がいい感じで。まあ、日経は上がってましたからね。はい、比較的リスクオンの動きでしたね。うん、で、次、確実に戻りを一発やられるのは、この508万とか509万ぐらい、うん。ここなんですね。で、ここに戻りそうで戻ってないのが昨日、今日なんですね。でちょっとこれ後ほど4時間しか1時間してご紹介しますが、で仮にここの460万円を割れた場合は、次は今年の1月の、高値ですね、431万とか、2万とか3万こうつけたポイントが次なるターゲットになるかなっていうので、うん、まあ最低でもここの手前まで引きつけたい、うん、ってのは僕的な思いがあります。でもう一つがここ400万円ですね、大体ここイーロン・マスクの発言で上がった時なんですよ、ビヨーンっつって、はいはいはい。で、そこから一回もじって数日後からうわーっと上がり始めた、はい、はい。イーロン・マスクというか、まあ、テスラ社の発表ですね、そうですね、はい。でちょっと結構市場が動揺したんですね、私ここでショートしててやられたのでよく覚えてます、はい。反省しなきゃいけないところのタイミングでした。でまあ、約400万円ぐらいまで落ちてきたらぜひ買いたいなとは思ってるんですが、相場ってなかなか甘くなくて、どこかで切り返していってしまうと、うん、あまりにも引きつけすぎると、あまりにも引きつけすぎると買い場を逃すので、さあどういう比率でポジションを取っていこうというふうに今悩んでる最中です、はい。4時間足で分析をしていきたいと思います。で日本円で言うと、まあ、こういう動きになってて、先ほどこの507万円とか509万円に 戻りきれないっていうのは、まあ、ここなんですね、うん、綺麗な、もうちょっと拡大した方がいいかな、まあ、最近の安値圏のところですよね。そうですね、ここのレジサポラインにタッチしきれないっていう、うん、でここでちょっとダブルボトム的な動きはあるものの、もうちょっと勢いがあってもいいなと、うん、反転するなら。でここにまだ全然タッチしきれない状態でいるので、やっぱり少し高いところの水準は買ってこないユーザーが多いかもしれないです。まだここ 2,3 日の話なので、でそうなってくると、まあ、今日火曜日はいいんですけれども、明日19日水曜日までにこの509万円にタッチ、508、509にタッチできない状態が続くと、次また売りの売り攻めのターンになるので、うん、再びこの460万円方向に下攻めする可能性があるというふうに考えてます。でもう2回セーブされて、次3度目のトライ、それも抜けるですよね。そうですよね、うん、でここにタッチせずにこうだれてくると、もうここで絶好の戻り売りを狙っている世界中のトレーダーはいるはずなんですよ。僕みたいなのがもうめちゃめちゃ狙ってるんですね、510万円手前からって言って俺が460潰すみたいな、鼻息ムンムンで待ってる人たちがポジション取れずに、いるので、下突っ込んで打ってくる可能性がある。そういった場合、割り込む理想としては、タッチせずにこのままこう十字架の矢印でよこよこしてこのまま垂れてくると、おそらく割れる可能性が高い。逆にこうタッチしてここで上髭ピュッとやると、今度も売りをしていた人たちが一斉にやられるんで、次エントリーどうしようかなとか悩み始めるので、相場が迷い、気迷い状態になって、この辺で
ブレイクした後に三角持ち合いとか平行チャネルとかよく分かんない難しい相場によりになっていくんですね。はい、でそれはまあできたら避けたいんですね。どっちかというとシンプルにこのままブレイクしてくれた方が買いやすいかなと個人的には思ってて、それを加味した上で妄想ですよ、ただの妄想なんですけれども、このシナリオを立てるのは大事で、そういったシナリオをイメージして待っていたら、この辺のまあ大体435万円から、まあ、440万円ぐらいゾーンで、うん、じゃあ444万4444円ってシのゾロ目の回、うん、ゾロ目っていうのはいいんじゃないですか。そこで入れときますか、うん、あでもねこれドル建てなんでごめんなさい、ちょっと待ってくださいねで、次がまあぴったり400万円、うんうん、で円建てではこの辺の目安なんですけれども、うん、まあドル建てでじゃあチャート見てみましょう。そうなんです。で、うん、ここ今年ドル円よく動いてたり、したので、まあ、動いてはいないんですけど、一時よく動いた月がありました。なので結構レート的にはずれてるんですね。でドル建て的にはこの直近のサポートは割っちゃったんですよ少し。ああ確かにね、はい、微妙に割ってますよね。しかも、1月の高値こちらです。あそこで止まってるんだ。つけちゃってるんですね。で、ドル円は上がってたんで上昇だったんで、ほら111円近くまでつけたじゃないですか。そうですね、っていう影響がありので、まだ円建てではビットコインは結構底堅そうに、まだまだ反転かまだしっかりこう下やられるのかとか分かんないところなんですが、うん、ドル建てでいうともうちょっと弱い形状、うん、ここ破ると結構いっちゃうかなとか3万ドル方向いっちゃうかなとか、うん、まあ、不安な感じの格好形をしているんですね。今ヒロピー的な RCI でも実は昨日あたりから一番トレンドが加速しやすい、一昨日か、一昨日あたりから一番トレンドが加速しやすい形状になってまして、これはまあまあそっとやちょっとじゃ止まらない格好なんですよ、うん、うんっていったところで、やっぱり引きつけてしっかり待った方がいいのかなってもっと正直悩んでます。はい、そういったところでですね、あんまり時間がないんですが、でも差し値注文しとかないとビットコインでこのままスパイクでいきなりね3万ドル一瞬でピュンとつけてピュンって今の数字に戻る可能性も大いにあるので、まあ、特にこの1月相場はひどかったです。こんなんでしたからね、うん、4番、2000ドルをつけた後に一気に3万ドルをタッチして戻ったんでもう大丈夫かと思ったらもう一発下がやって、これは意地悪でした、うん、割れたんですよね3万ドルを28,000、まあ、800ドルぐらい、まで落ちてくれちゃったので、ここは非常に迷いました。売りにしてた人もかなり多かったと思います。なのでこの時の痛みを覚えてるんで、安易にみんな売れないと思ってるんですよ今回のこの形状は。なのでそれがミソかなと僕は思ってるんですね、うん、で僕も躊躇して、実はさっきのレバレッジトレードも、まあ、売ったっちゃ売ったんですよ僕ですけど、ちょっとこの弱気のあの1500万あるうちの 10% にも満たない金額をあのチキンショートですね、うん、をまあなんか渋々やりましたみたいなぐらい、ちょっとまだやっぱ結構ビビってるんですね1月の思い出があるんで。なのでこれぐらいにしてます。はい、ということで、あんまり、結論的なものは難しいんですが、ここで山田さん、これフィボナッチどっから引いたらよろしそうですかね。あのエクステンションっていうので、エクステンションなんですか、エクステンションっていうので、はい、それでもってまず高値を勝ちで、ぐっと持ってきて一旦押しを勝ちで、戻り高値を勝ちと、そうすると今ちょうど 100% で今非常にいいバランスのとこなんですけど、その次っていうと、いやその 127.2 っていうね、 1.272 っていうのを、はい、そこで、そこにですね 1.272 ってここにありますよね、はい、はい、それがまああるかもしれないですよね。ですね、3万6000、まあだから37,000ドル、ちょっと待ってください、36,770かける、今ドル円109円ぐらいでしたっけ、400万、あやっぱり400万ぴったりここだ、うん、そこですね、うん、やっぱ400万飛んで7930円なので、うんうん、これ400万ですね、これですね、うん、よし皆さんここに決めました我々、うん、400万手前でとりあえず差し値注文、そうですね、ドル建てでいうとこの3万7000ドルで差し値注文入れときましょうか、うん、であのとりあえずビットコイン買っときゃいいかなって相場はまた、始まると思ってるので、一回
ぜ、うん、まあ今度小山っちと撮るときにイーサリアムのおしめを考えたいと思うんで、今日はちょっとビットコインに 50% ぐらいここに突っ込んでおこうかなと思います。よし、じゃあまとめます。ドル建てでフィボナッチ分析と日柄を計算したところを我々の勝手な妄想でやるとですね、この3万7千ドルの節目で、1ビットコイン買い差し値注文、かつこれが5月27日前後、うん、まあ、24から27前後、ここですね、5月最終週ですね、はい、最終週のまあ後半ですね、うん、に位置していたら絶好の買い場となる可能性があるので、そこで思い切って買いたいかなと思います。このタイミングで同時にイーサリアムもできたら買いたいなと思うので、うん、また別の動画でご紹介していけたらなと思いますので、そちらもぜひご視聴ください。はい、以上、本日はビットコインの、まあ、5月後半相場を担う、まあ、エントリーポイントのご紹介でした、ご参考ください。お題としては1000万、自腹で運用計画の途中経過報告なんですが、ちょうどですね、撮影している日が、5月21日金曜日、時間は夜8時でございます。なんとですね、2日前に大急落がありまして、まあ、1日でですね、4万3000ドルぐらいあったものが3万ドルまでの急落、まあ、今はほとんど回復してるんですが、ちょっと不安定な相場になりそうだなということで、ポートフォリオの組み替えや、まあ、基本通り5月15日以降から利益確定をしていたがために、この急落を直撃することは、免れました。この日から利益確定してたんですけどね。でですね、一回このパンケーキからも引き上げてですね、メタマスクからもほとんど引き上げて、もう 0.88BNB しか残ってません。で、一回口座に全部戻しました。で、今残金がですね、ちょうど 3.04BTC、これぐらいですね、規模的には。12万3000ドル、3090ドルですね。それでですね、残金が12万3090ドルになりますと。かなり、減ってしまいました。まあ、1900万円あったんですけれども、600万円のドローダウンとなりました。まあ、ちょっと仕方がないですね。ちょうど1ビットコイン600万円の時に始めて、現在は440万円ぐらいですので、まあ、ビットコインは価格下がってるけど資産増やしてるので、まあ、まあまあ、いいんじゃないかな。上出来かなと勝手に思っております。さて、次のですね、投資戦略なんですが、ちょっと難しい相場になってきたぞと。今ですね、1ビットコインだけ持ってます。で、残り2ビットコイン分、まあ約3分の2、66% がドルに、戻してるんですけれど、この先どうしていこうかなというところで、この当 CXR 投資チャンネルでですね、いろいろお話ししてきた中で、僕がそろそろビットコインに比重を置き始めたポートフォリオを組むというふうにお伝えしておりました。でですね、この急落の段階で、ビットコインだけをポジション取る、もちろんいいんですけれども、相場全体が崩れた時に、結構マーケット全体的にダメージがあるので、まあ、持ってる保有資産も減ってしまうんですね。で、その時にどうしたらいいかなと思ってですね、まあもちろんドルも一部保有したままにするんですが、ビットコイン建てのアルトコインの取引でショート戦略がいいかなと考えて、今回それを実践しようかなと思ってます。ターゲットペアはですね、まあ、こういった草コインもいいんですが、カウンターパンチ食らうとかなりきついことになるので、イーサとバイナンスコイン2つとも売ってビットコインに変えるという取引をちょっと実演しておこうかなと思って、ちょっと動画にですね収録しておこうと思います。で、仮想通貨市場全体が下落しようが上がろうが、ビットコインに対してバイナンスコインの下落率が上回れば収益になります。マージン用のウォレットを見てください。はい、なってますね。30枚持ってるんですけれども、それ証拠金にしてビットコインを今買ったっていう風になってますので、ビットコインが入ってるんですね。はい、
こういうちょっと変わったスキームになってます。個別株や信用取引の、をしている方だったらちょうど分かりやすい、まあ、ロジックかなと思います。この取引所からバイナンスコインを借りてきて売りから入るという仕組みですね。同じくイーサリアムもちょっと売りたいんですね。最近すごく上昇していたので、ビットコインにまた資本が回帰するタイミング、イーサリアムはあまり価格は上がらないけれども、ビットコインが、ビットコイン、イーサリアムの価格は上がらないけれどもビットコインの価格は上がるっていうタイミングですね。もうバイナンスコインと似たような格好してますね。ですのでちょっと先日の急落でゲームチェンジが行われたかなと。なぜイーサとバイナンスコイン狙ったかというとディファイですね。イーサリアムのイールドファーミング、バイナンスコインの、リクイディティマイニング、まあ一緒か、イールドファーミングですね、周りで、ちょっと焦げ付きが出てきてるんじゃないかなというふうに踏んでですね、一度大きく膨れ上がった市場に、アルトコインからビットコインへ資本が移るタイミングでもあるので、どっちに投資するのっていうタイミングだとビットコインに肘を置いた方が、まあ、賢いかなというふうに考えての戦略です。同じくイーサリアムの価格が落ちてビットコインの価格が上がれば収益につながります。確認してみましょう。マージンウォレット、はい、イーサリアムもショートしてますね。バイナンスコインショート、イーサリアムショート、ビットコインロングという形になってます。こちらが現物は、ビットコインだけですね。で、まだフィアットを持って準備している段階です。ウォレット概要ってやると現物とマージン取引の、合計額が入っているので、パッと見、時価総額、口座残高ですねが全部見れますので、これも非常に便利ですね。クロスマージンと現物の比率が書いてあります。さあ、このままビットコイン価格が、上昇、もしくはビットコインが下落してたとしても、イーサリアムはバイナンス、アルトコインが全体的に下落しているなら、多少収益が出るかなと思ってます。はい、以上こんな感じでですね、また5月最終週スイングトレードして、どんな結果になるか待ちたいと思います。まさかの一番伸びる第2四半期が陰線と、2連敗ほぼ確定でしょうというところでございます。なので6月も落ちるんじゃないかって、ちょっとこの辺まで来ると僕もやや自信をなくしてきてこんなにあのまり外されると今年はなんかショックなんです。だ 5月だってね、まさか1月初めの水準まで下げると思わなかったですもんね、はい、そうですね、とか誰も思わなかったですよね。いや、誰も思わなかったと思います。おかげで私の資産も、資産というか、あのビットコイン、FX の、 1000万ジュバラ運用計画ももう101,865ドルまで落ちてしまいまして、まあ約1111万円、やばい、10パーになってしまいました。これをですね、そろそろ、増やさないとで、まあ、守らなきゃいけないんですけれども、今ざっとですね、ちょっとヘッジかけてたのが先日の急落からの急騰でちょっとハマっちゃって、出社してからポジションスクエアしたんでね、タイミング悪かったんですが、今マージントレードで、まあ、50万円ぐらい残してドルで持ってて、現物の方では、一応メルマガご覧になってる方は分かると思うんですが、まあ、イーサと BTC ポジション取って、残りあと、まあ、2万ドルちょっと、まあ、なので、まあ、4分の1だけ今キャッシュになってます、うん、でとりあえずこの4分の1を、まあ、イーサとこの、ユニスワップっていうユニコーン、まあ、ウニウニって言ってるやつですね、みんなが、に投資してしばらくスイングしようかなっていう思惑であります。あ、ちなみにこの 1.00BTC は2週間前に山中さんとライブ配信かなんかで差し値入れておいて待ってたか、うん、はい、なんかの番組で、はい、差し値したのがヒットしたままでございます。3万7000ドルでロングしました、ね、はい、なので今の水準とあまり変わらないです ね、まさに我慢してたんですよちゃんと、うん、まあそれがね3万3000とか
突き抜けてね、3万ドルか、ね、一瞬3万ドル、うん、あらびっくりしました、正直私も、はい、あれ、まあ、あれがビットコインですね、 This is ビットコインみたいな、ぐらいインパクトがありました。さあ、なのでおしめ買い、どこで行こうみたいな感じですが、残りの約250万円、持ちたら300万円ぐらいはどこでぶち込むべきかと考えてますが、何さっきもうちょっと下がってたんだ、下がってましたね、うん、あんまり見てなかったです。今日朝からちょっとじりじりっと下がってますもんね。この番組が始まってからやたらと切り返しちゃって、ちょっとちょっとちょっと番組でポジション取れないじゃないかよ、ちょっとですね、すごい急に上がってますね。上がってるね、確かに、はい、なんか出たのかな、まあいいや、はい、こんな感じでございます。